遠い風が吹いていた。白い雲が呼んでいる。噂尋ねて来た街は真っ赤な渦が巻いていた。前触れなしに来る男、浪人一人旅を行く。いらっしゃいませ。どうかなさいましたんで。奥と裏を改めてみろ。何をなさいますんで。人を探しておる。どんなお人で。手前どもには今お客様はここにいらっしゃるお人だけなんです。貴様に説明する必要はない。向かいの店にはおりません。おかしい。確かに向こうか、この店のどちらかだ。いません。納屋も全部探しましたが。おかしい。確かにこの辺りに潜んでおる。待て。貴様たちはこの土地の街道人足だな。いつ頃この店に来た。ほんの半時前で。半時前。織姫入り来るは九段の浪人、その名は月影将吾、どうせ本名ではありますまい。親父、飯をくれ。三つくらいでいいぞ。それと酒だ。冷やでいいから一杯くれ。街道で逃げていく女を見なかったか。女？娘だ。色は白い。身なりは高貴のそれだ。すぐに気づくはずだ。高貴の方ね。さあ、おめえたちは。おお、するとあの娘かもしれんな。何？綺麗な娘だろう。ああ、美人だ。18か9かな。いや、もっと上だ。とにかくいいもの着ていた。まるでお屋敷のお姫様だな、あれは。お主いつ見た？ああ、ちょっと前だ。街道で見たというのか。どこを歩いてった。いや、道ではないよ。街道なら大勢娘を歩いてるから、そういちいち気にはせんよ。ではどこで見たのだ。お待たせいたしました。飯と一緒にもう一杯。あ、味噌汁あるか。ただいま温めております。熱い方がいいね。お、うまいね。これ地酒か。さようで。おお、地酒でこう癖のないのも珍しいな。
これだったら関してもきっといけるな。国画も一つというとこかな。だが娘のことだが、お主どこで見たというのだ。あっちだよ、七八丁先だ。七八丁、街道沿いに野良小屋が立ってるだろう。知らんのか。俺はその小屋の裏行ったんだ。へへ、俺はこう見えても上品なんだ。表街道人前じゃ犬の真似はせんからな。そうしたらいきなりその小屋の裏から女が飛び出してきたんだ。いや、面食らったね。あれは隠れていたんだな。向こうはすぐ俺と分かってほっとしたらしいが、そのまま物も言わずに走っていっちまった。それは西の方へ七八丁先だったんだな。ああ、そうだ。それだ、おい。おお、どうなってんだ。なんだかわからねえが、えれえ騒ぎよ。さてと、もう一稼ぎするか。お礼様よ。ありがとう、ありがとう。どうも、とんだお騒がせを。はい、ただいま、すぐご飯を。頼むぞ。ああ、酒はもういいからな。味噌汁を熱くしてくれ。わかっております。ちょっと待てよ。二人目にしとくかな。二人と、おっしゃいますと。おい、入んなさい。もう大丈夫だよ。さあ、入んなさい。さあ、あんたどうせ飯はまだだろう。今のうちに食っておいた方がいいな。おやじ、やっぱり二人前だ。私は欲しくない。そんなこと言うなよ。すきっぱらじゃ何にもできないぞ。味噌汁ぶっかけて食っちまえな。そうしな。おやじ、な、何ぼやりしてんだ。早く二人前だ。なあ、あんたもう少しうまくやらんと百姓娘に見えんぞ。本当に私を連れて行ってくれますね。大丈夫だよ。浪人でも武士だ。二言もない。私は約束は守ります。だからそなたも。ごめんよ。お、おやじ、飯だ。お待たせいたしました。へ、どうぞ。お、その前に酒くんな。冷やでいいぜ。無理して食っちゃえよ。旅から旅の渡り鳥、世間の裏の裏までを知り尽くしているのがヤクザほど、こんな百姓娘ってあるもんか。そう見抜いたこの男、一本どっこの旅ガラス、焼津の判事である。へい。いや、どうも、お茶を一つ。これはひでえ、まるで酢だ。おお、親父、これでも酒か。おい、馬のしょんべんと間違えたんじゃねえのか。へい、でもそちらのお客さんは。おい、我慢しろよ。この辺は水が悪いんだ。嘘だと思ったら井戸水汲んでみろ。真っ赤に濁ってよ。しかし、まあ気の持ちようで、うまいと思えばその酒だって結構うまいや。へへ、面白いもんだ。へへ、何が面白いんだ。わかりません。この先の人足だまりでも誰も見なかったと言います。本当にこの道を逃げていったのなら、あの姿ですから気づくはずです。とすると、小金井殿、小金井殿、これです。
小屋の裏に隠してありました。あの浪人め、誰か店へ戻れ。頑張るんだ。どうしたんだ、だらしがないな。さあ歩くんだ。それは無理というものである。育ちが違う。相手は真相のお姫様である。事情は分からぬ。だがこの浪人、いささかの遠慮会釈もない。なあ、腹が減っては戦ができんと言うんだ。あんたさっき飯を食っていたらこんなことにはならなかったんだぞ。あの飯なら土地の者にはごちそうの方なんだ。しょうがないな。よし、おんぶしてやる。さあ早く。私を背負う、そなたがですか。なりませぬ。おいおい、ここはお屋敷の中じゃないんだぞ。お月の腰元も、乳母もじいやも来てはくれないんだぞ。気取ってる時じゃないんだ。甚だかしのお姫様、どこの誰とも分からぬ浪人者に手を触れられるだけでもたまらぬはず。だがこの浪人、全くもって遠慮なし。さあ、早くしなさい。ダメだな。両足をもっと前に出して。これからぐんと坂道になるぞ。急ぐから揺れる。しっかり首につかまっておれ。いいな。裏山へ逃げ込んだんだ。すぐに手配をする。どうせ足尾の姫を連れておるのだ。一気に山を越えることはできん。はじめは軽いと思っていたが、やっぱりあんたも年頃だな。結構身があるね。一息に駆け上がったら、疲れたよ。はい、街道はこうぐるっと回ってるんだ。だからこの山を抜けるとまたこの街道へ出てしまうんだ。おい、ちゃんと聞けよ。いいか、これが今いるところだ。で、こう山があって、ここへ。おい、あんた真面目に聞いてるのかね。ぼんやりするなよ。そういうものの言い方しかできないのですか。え、もっと身分をわきまえてものが言えないのですか。おいおい、冗談じゃないぜ。俺はあんたの家来じゃないんだ。あんたに頼まれたから引き受けただけだ。考えてはみろよ。追っ手に捕まってみろ。あんたは引き戻されるし、俺は命がなくなるかもしれねえんだ。でも何だ。もう少し優しくしてくれてもいいと思います。そいつは時と場合があるからね。まあ、駄々を言わずによう聞くんだ。とにかくこの山を越えても街道に出てしまっては危ないんだ。だからこのまま山沿いに横へこう行くんだ。いいかね、これからが大変なんだ。私にはどこをどう行けばいいのか分かりません。おっしゃる通りに動きます。ああ、そうしてくれんと困る。すぐ行くのですか。当たり前だよ。では
今もし私がお水が欲しいと申せばまた怒りますね。怒りたくても怒らんよ。まあそうは遠慮せんでもいい。しかしあるかな、水は。湧き水でもあればいいんだ。ちょっと待ってなさい、探してくる。この旅ガラス、やはりつけていた。おお、そこならなくていいんだよ。あんた、本当はどっかのお姫様だね。あんた、あの浪人者と一緒に逃げ切れるつもりでいるの？はっきり言ってやろうか。あんたは世間知らずのお姫様。あの浪人にどうされるのか分かってんのかね？それはどういう意味ですか？いいかい、じゃああの浪人者はなぜあんたが逃げるのを手伝ってるんだ。私が頼んだからです。ただ頼んだってね、そんなこと引き受けるやつがいるかい。私を間違いなくあるところまで連れて行ってくれたお礼を差し上げるお約束をしたのです。お金を100両差し上げることでお願いしたのです。それ見ねえな、浪人なんてね、みんなそんなもんだよ。あいつは100両であんたを引き受けた。だがもし追っ手が200両で買い取ると言ったら、あいつはどうすると思う？それより300両で売れそうだと思ったら、あいつあんたをどこへ連れてくと思う？あんたはどうせ道も分からずに、あの浪人と一緒に行くつもりだろう。な、悪いこと言わねえ。俺と一緒に山を追んなせ。追っ手との話はちゃんと俺がつけてやら。おい、下手な売り出しをするな。何？何にも知らぬお姫様につまらぬ入れ知恵をするな。やりにくくなる。さあ飲みな。汚かないよ。さあ飲みな。さあ行こう。はい。やはり三品、そうはさせに。どうすると言うんだ。そのお姫様、俺に渡せ。てめえなんかの出る幕じゃねえや。バカ言え。そういうお前みたいなのを出しゃばりと言うんだ。山ん中歩いたってビタ線一文拾いやせんぞ。さっさと戻れ。それよりどこかの親分に下手な神器の一つも切って、ただ飯も食わしてもらえ。そうしろそうしろ。ふざけんねえ。おう、焼津の判事やな。一本どっかの旅やらせよ。てめえみてえな食い詰め浪人大気が違うんで。おう。どう違うんだ。この年にかけても勝手なまねはさせねえ。よせよ、ダメだな。何がダメで。お前の負けだな。なめるで。おう、いたが目が言ってやら。焼津の判事やな、負けずの判事ってんだ。お抜け。俺の方から先には抜かねえぞ。相手に抜かしてから俺は後から抜くんだ。よ、いたが目がもう一つ言ってやら。後抜きの判事といやな、都政に仲間じゃちっちゃく知られた名前なんだい。黙りやがるでしょ。おう、抜け抜け。後抜きの判事か、面白いな。言いたかないが本当は言いたいことはもっとないか。抜いたら地獄の手土産に聞かせてやら。抜け。よせよ、そうすごむ前に自分の袖を見ろ。え、おおお、てめえいつこんなもん投げやがった。気がつかないようでは完全な負け。俺は無駄に手を振ったりはせん。動くな。動くともう一本の小塚がお前の胸板を突き刺す。俺の小塚は30軒離れた羽目板をぶち抜くぞ。さあ行こう。こんなとっぽい吉が相手にしてると日が暮れる。おお、吉で頼んだ。動くな。動くと30軒離れたところまで小塚は飛ぶぞ。言いたかないが30軒小塚といえば浪人仲間じゃちっとは知られているんだ。この勝負
月影将吾の勝ち。30軒離れた羽目板を小塚で撃ち抜くとはすごい。ただし多分これはハッタリであろう。このお姫様をどこへ連れて行くつもりか。一体このお姫様はなぜ追われているのか。山険しくなるばかり、日もまた暮れて行くばかり。こことこことここ、この三つを押さえておきゃ間違いはありません。カイドウネズミ一匹通ったってあっしの耳にすぐ入るんだ。任せておくんなぜ。うん、頼む。金に糸目はつけん。何としてでも捕まえるのだ。ようござんす。ところで旦那、どうしてその娘さんは一人で逃げたり死なすったんで。その事情は一切があって言えん。ただ是が非でも連れ戻さねばならん。ラッコも黙る鬼弁天一家が人探しの手伝いだそうだな。こいつはひどい言い方だ。旦那、ご紹介しましょう。手前どもで遊んでもらっている加倉井一角先生で。用心棒か。旦那、こちらの先生はそこいらの用心棒とは格が違います。覚えておいでですかい。4年ほど前、江戸の大道場を5つ6つ軒並みに潰したすげえ剣術系のいたの。おお、そういうことがあったな。その剣客がこの。そうでさ。これは頼もしい。加倉井殿、相手に浪人が一人おる。わしの連れの者を5人まで倒して逃げた。相当な使い手と見える。相手は一人か。あまり手応えはないな。さあ、休んでおくんなせ。あしはちょいと取り込みあるんで、これで失礼しますが、まあ、ごゆっくりとどうぞ。お世話になりやす。お邪魔します。挨拶前にちょいと来てが、こんちゃ何かあるんですかね。落ち着かねえが。よくは分からねえんだが、どこかの侍たちが娘と浪人を探してとか言って頼みに来てるらしいんだが。はあ、さあ逃げたぞ。あんた相合いなんて食ったことがないだろう。人間腹が減ったら何でもおいしいもんだ。さあ、どうだ。おいしい。どうだろう。これで塩が入ったらもっとうまいんだ。ただし冷たくなると米の貝と違ってな、硬くなってしまうんでどううまくない。でもどうしてこの小屋の中にお鍋やお茶碗があるのですか。ああ、これはソマ小屋だからだ。ソマ小屋って。ああ、つまり木こり、材木を切り出す連中の小屋だ。何日も山に入って材木を切るんだ。いちいち自分の家へ飯を食いに帰れんだろう。誰かにお弁当を運んでもらったら。冗談じゃないよ。町からこの山の中へ弁当を運ばせて材木を切っている木こりなんかいるもんか。みんなこういう小屋に寝泊まりして仕事してるんだ。
どうしてそう何でも知っているのですか。うん、ああ、これが当たり前だよ。あんたが知らなすぎるんだよ。もっともそれはあんたが悪いんじゃない。お姫様だもんな。さあ、いいから食べなさい。たくさん食べてぐっすり寝るんだ。そうすると人間元気が出てくる。誰か来る。人里離れたこの蕎麦小屋、迫り来るは果たして追っ手か、正午美女を守り抜くか。頼るは一見、今や戸は開かれる。現れるはその何者の群れ。なんだなんだてめえたちは。おい、この小屋は俺たちの小屋だぞ。そうらしいな。無断で借用した。謝る。何しろ山ん中だからな。無論礼金は払おう。こんな娘っ子この辺じゃ見たことねえな。うい。ああ、山向こうの在所のもんだ。実家は遠いんだ。病人ができたんでな、里帰りだ。俺が連れて行く。へえ。それにしてもよ、矢にピカピカ綺麗な肌着てるな。おい、塩がどこにあるかわからんのだ。分けてくれんか。んおい、浪人さん、いい玉手に入れてな。おい、分かってるよ。いくらで売るね。何？その娘っ子のことよ。どうせどこからかかっぱらってきたんだろう。物は相談って言うぜ。そういう相談には乗らん。ん？娘っ子の手前そう威張るな。みんな！おい三品、俺のも見なよ。商売柄バカ力だけはあるな。ん？何？いいか、言っておくがな、六人とも色気違いのような目つきをするな。何だと？はっきり言えば、この娘に指一本触れてみろ。ただでおかん。いやいや、この小屋に潜り込んだの運のつきと思いやがれ。おい三品、表へ出ろ。おい、出ろ。早く出ろ。おい、連中か。死んではおらん。刀の峰で叩いただけだ。ああ、しばらくしたら後で気がつく。山の一夜はことなく済んで、
寝すぎたかな。おい、起きるんだ。おい、さあ行こう。はい。あ、今日一日の辛抱だ。頑張るんだぞ。縄解いてくれ。そして半日動いてみろ。縄は緩むだろう。待て待て、もう出てくれよ。おお、泡代を払っていなかったな。阿波を三宮に一晩の泊まり賃。まあこのぐらいならいい方だろう。あ、さあ行こう。はい。野中に軽道を通った浪人者と娘の二人連れは一組もありません。二人とも山で一夜を明かしたものと思われます。とすると山越えで城下へ入るつもりだな。だから旦那、川沿いに下るこの道しかねえ。足がふやけて歩けなくなるぞ。はい。さあ、この川に沿って下っていけば、あんたの行きたい城下だ。無駄な山越えをしたようだが、この道を降りてくるのは分かっていた。そうかい。わざわざ出迎えてくれる必要もなかったんだ。第一、この娘さん、お前さんたちが嫌いらしいぞ。何とでも言え。浪人の旦那、悪あがきはよした方がいいぜ。お前さんがどうしてもその娘さんを渡さねえって言うんなら、俺たちは旦那に頼まれた通りやらなくちゃならねえ。どうするんだ。きれいだよとよ、角谷先生。おお、ヤクザの用心棒か。なるほど、みんな同じような面つきをしてるもんだな。どういう顔つきだ。バカは死ななきゃ治らねえって面つきだ。だっ、おお、やるね、少しは。では俺もやるか。下がっておれ。はい。Thank you.
走るんだ。もう一人でジョーカーだ。え、俺は風なんかで動いてるんじゃねえから安心しない。ほら、お前を。話して。話してください。あのご浪人様が。あの浪人がどうしたってんだ。もしものことだったらどうしましょう。そんなことあんたの知ったことかい。いえ、私はあの方とお約束をしたのです。知ってるよ、百両だろ。心配すんない。俺はな、今朝早く城代家老のお屋敷に投げ踏みしてきたよ。城代家老の？そうよ。お姫様が城に帰ってくる。道は表街道じゃなくて山越えの裏街道だってな。もうじきご家老様を迎えに来るで。反対です。反対？家老は私の敵です。なんだって？昨日から私を追っているあの侍たちはみんな城代家老の家来です。どうなってんだ。どうしてそんなしなくてもいいことをしてくれたのです。あいつは、俺はてっきりお姫様が。私は江戸に送られる身だったのです。将軍様に、将軍様のお相手をするために家老が勝手に取り決めてしまったのです。え、将軍様のね。私は死んでも嫌です。だってもう将軍様は側室の方が何十人といらっしゃるお方ではありませんか。そうだってな、色気しげだって噂だよな。それにしてもおかしいじゃないか。お殿様は何も言わねえのかい。娘のあんたを将軍様にやるのに。父はつい先頃亡くなったのです。後を継ぐ者がいないのです。いや、だってあんたお姫様だろ。お婿さんもらえばいいじゃねえか。父の決めてくれた人がいます。ご公儀にもお届けはしてあります。私もその方と一緒にお城を守りたいと思っていたのです。そのお方はもうすぐお城へ来られるはずだったのです。また、そうなったら城代家老は面白くねえ。だからその命にお姫様を将軍様に差し上げて、てめえだけお城を捨てて出世しようとしたんだな。そうです。私を江戸に送れば自分も後から来るのです。そなたはその城代家老を呼んでしまったのです。慌ててももう遅い。その時すでに。姫、任務の。姫はどうした？知らん。どっか行っちまった。何？お姫様、ちょっとこの辺に隠れていておくんない。明日ひとっ走りしてお姫様のお守り役に知らせてきますわ。何ね、言いたかねえが、すっ飛びの犯人といやちょいとは知られた林なんだ。ねえ、必ずこんにちは。お知らねえものは知らねえよ。あいつ俺は知っていても、あのお姫様おめえたちには渡さねえ。俺はお姫様に聞いてるんだ。何？いくらてめえの出世のためとはいえ、殿様のいなくなったのをいいことにして主人のお姫様を身売りしようなんて、ひでえ侍もいたもんだ。しかも騙して連れ出したそうだな。城代家老を切ったのですね。ああ、切った。今度は生き返らん。いいのです。私を売るために父の遺言を捨て、13,000石のお城と大勢の家臣やその家族たちを見捨てた裏切り者です。お姫様は13,000石のお姫様であった。とすると、城代家老といってもまず高は知れている。江戸のお偉方に取り入って我が身の将来を図った方が上策と思ったのだが、
それをそなたの働きで未然に防ぐことができました。厚く礼を申します。13,000石でもさすがはお姫様、大した風格。でもこれからが大変だ。あんたの力でお城と領内に住む人たちを守っていかねばならんのだ。はい。さあ行きましょう。はい。どうしたのです？あの、立てないのです。ほっとして気が抜けたな。困ったお人だ。あの、また怒るのですか？怒りはせんよ。さあ。なんじゃねえ。あっしは何もしちゃいねえんだ。こんなものもらえるわけねえ。ほら、あの浪人のもんだ。あっしはあの浪人の邪魔したみてえなもんだよ。いや、しかしよくぞ急を知らしてくれた。その功績は大きい。よしておくんない。お、ちょっとこれ見てくんな。これも見ておくんなさい。あっしはね、生まれつき曲がったことができれえなんだ。どすの曲がってんのも、キセルのガン首の回ってんのも気に入らねえで直してるんだよ。何の手柄も立ててねえのに褒められるなんて、そんな筋の取らねえ話は待ってくれ。褒美の金ならね、あの浪人にやってくんな。しかしそれが、あのご浪人、この手紙を残して。苦しかった二日の旅を、何卒お城の明け暮れの中にお生かし下されたく、幸を興味を祈り上げそろ、約束の金百両は、鮎がゆを食べて働く下々の者のためにお使い下されたく、月影より。じい、早く早く月影殿を呼んで。もう一度あのおかゆのお礼が言いたい。早く。は。楽しかった。今になれば思い出は美化される。いつまでもいいお姫様でいるように。おい、どうだ。どうだ、月影殿は見つかっただ。判事はどうした。は、それがどちらへ行かれたかよく分かりません。今一度手分けして探せ。ぜひお城までお連れするのじゃ。姫の仰せじゃ。急げ。はあ。そいつも行け。はあ。向こうを探せ。はあ。月影ってなが、シャルチャなね、シャルラ。それにしても月影野郎、どこ行っちまったんだろうな。正午、ふらりと西へ行く。西の彼方に山がある。山の向こうに町がある。町へと伸びる中山道。風に吹かれて気ままもの月影正午旅を行く。この道遠く西へ行く。どこの町へ行くのやら。
さて茶の間の皆様方よ、次なる素浪人月影兵庫の活躍はいかに。悪党四人、しかも破れかぶれの命知らず、嵐の夜の一軒家、絶体絶命の月影兵庫、焦る判事だが、動けば最後両人は死を吹き白人が血を呼ぶ。腕利きの目明かしも手は出せず、役人もまたあえなく倒れる。刻一刻迫る破滅の時、いつ立つか、何を考えるか。素浪人月影兵庫の不敵な目が光る。囚われの女をめぐるどす黒い野望、スリルとサスペンスに満ちた恐怖の一夜。風は知っていた、風は知っていたをご覧めされ。